これは山田長政ね。日本は2050年にアジアのリーダーになるんだと。まあ、なろうとなれるんですよね。うん、いずれにしてもこう出ていかなかったら、2050年って人口、労働家の人口が半分ぐらい減っちゃうんだからね。出ていかなかったら日本の国力が維持できない、ね。ただやっぱりビジネス考えてもさっきの時代ないけど特殊だよっていうことね。それからあとは日本は豊かな国家になれるのかっていうことだ、ね、これは遣唐使の図ね、これね、左の遣唐使ね、これ上海万博の時作ったやつね、これ、うん、で隣が日露戦争、あ、西江戸のやな、うん、下がマッカーサー、これがエリザベート2世、これはニューヨークぐらいに、うん、まあそういう歴史なんだけど、日本はね、やっぱり過去の歴史はね、結構輝しい。安倍の中頃なんてね、家業取ったんだ、家業3000倍の中国人が受からない家業取ったんだ。昔の日本人より立派だよね、知恵同盟にしたってね、真っ赤さが占領したって、井戸部の謎だって、やっぱり立派な人いっぱいいて日本は立ち直ってきたんだけど、うん、まあ日本はもう今アジアの一員でもないというね、うん、実態があるんですよね。むしろそのアジア諸国の方が日本のことをよく知ってるというか、昔のっていうか戦前のこうアイデンティティのあった日本をよく理解してくれてるんじゃないかなという気が、うん、シンガポールなんかもね、僕ね、前シンガポールの人が書いた本を読んだことあるんだけど、あれね、結局イギリス人はね、シンガポール人を人間として見なかったの、ね、うんうん、でも日本軍はシンガポール人に殺したんだけどね、いっぱいね、だけど人間として見ていたという、そういうふうな評価。だからどっちがいいのかというと、必ずしも半々なんですね。イギリス人が必ずしもいいと言ってない、うん、そういうふうなところがあるんですよね。ただマレーシアかなんかどっかで、その結構ベストセラーになったか有名な本で、その日本人よありがとうという本があって、まあまさにその、アジア の, その弱小国をその、搾取のため の, その植民地から解放してくれて、やっと我々は独立できた、ありがとう日本人っていう本。それは昔の話だよね。まあまあそうなんですけど、でまあそのだから確かに悪いこともしてるんだけど、全相対として見ると、やはりその、西欧列強がこう世界を植民地化しようとしている中で、やはり日本が果たした役割は大きくて、それによってこうアジアの諸国がやっぱりその元気づけられて、よしじゃあ我々もがこう独立をみたいなところは、うん、あのね、今の日本の例えばアジアに行けるね、例えば最近でも僕はフィリピンのね、その、ことをちょっといろいろ話をしたりね、ベトナム県で話したりしてるけどね、日本人がね、フィリピン人とかベトナム人のリーダーになれないでしょ。だから海外に対してリーダーシップを持てないっていう彼に言ってるのね。それは大きな問題で、じゃあどうすればいいのって、じゃあリーダーになってる人もいるんだよ。20年、30年いる人はね。だけどどうしたらいいのっていうのはやっぱり一つの課題で、じゃあその間に僕はその、まあ、フィリピンだったらチャイニーズアメリカンというか中国人がリーダーになればいいんですよね。でベタブットの反中国があるから中国人がリーダーになれるのかなって感じもなれなくて、どうするかって問題あるから、じゃあかといってじゃあベタブ人育成したらやっぱり10年かかるんですよね。でそういうこともしてられないんでどうするのかなっていうんで、まあ、来年ぐらいからずっと毎月あちこちにこうツアーで勉強して僕は生徒連れて回るんだけど、そういうふうな日本人がそのアジアマレーシアで出てもね、リーダー今のマレーシアのお客さんでもあるんだけど、リーダーになれないですよね。どうしてなれないかというと、理由、例えばね、うちにも依頼来たんだけど、警官部を大きな工場でね、警官部10人雇いたいって言われてきたんだけど、やり方が日本的なんですよ。うちはもうアジアの会社だから経営が日本的なんですよね。例えばその社長に言っても分かんないですよね。アメリカ側だったら10人欲しいってアメリカ社長が全部言いますよ、スペックバーッと。これでこう雇いたいからやって雇ってくれ。だからコストかかんないですよね、バーッと言うから。これが分かりましたら、じゃあスペック送りましょうって。それで決まりなんですよね。日本人はそうじゃないんだ。ぐったっていつも話もあんなことがあんない。だから日本的な経営のやり方でやろうとするから、やっぱアジアの人ついてこないですよね。効率悪いんですよね。その代わりその的確な人材を雇えると思いますよ。的確なね。要するに各部署の責任者に聞いて。じゃあその人材採用する会社が1位、そのほかアメリカ会社とかアジアとかやってられないわけですよね。
で牛舎何人ですか、どういう設計、給与いくらなんですか、どういう式でいいんですか、バーッと答えなかったら、そんな我々はやってられないわけですよね、手数料安いんだから。日本の会社みたいにそのいっぱい金もらえればね、それやりますけど、東南アジアそうじゃないのね。だそういうふうなことを見ていくと、やっぱり言葉の問題じゃなくてね、日本人の経営の仕方がね、日本のマネジメントスタイルを持ち込んでるもんだから、なんかもっともっともっとしてるんですよね。でそれがやっぱりその人口がどんどん減っていく中で東南アジアでいくなっていうのは、今までみたいだったらいいかもしれないけど、これからもう整えだけでやっぱりやっていけないですよね。それはもうよく感じますよ、うん、そのなんか意思決定スピードが遅いところも、まあ、今私日本的経営、まあ、ある意味その今の日本的経営の弊害なのかなっていう気がするんですけど、そこもやはりそのやはりあの日本のその専門の、これですよ、これ、はい、これ、これ、はいはい、これですよ、召喚師です、日本の特集の、うん、だそれはなんかやっぱりね、僕が今やってる研修なんかそうだけど、英語じゃないんですよね。物の考え方とか対応の仕方とか付き合い方がね、日本の場合特殊なんですよ。だそれをだから僕はその3泊5日とか7泊4日とか連れてってね、その彼らの部長連中を教育再教育してるんですよ。だそういうことを一回ワンショットでやっても実は治んなくて、今その会社にやってるのはその1年間3年ぐらいかけてね、30人ぐらい俺は育成するよって言うの。それぐらい毎月毎月何かやっていかないと思ったら多分ね、教育できないと思うんだよ。こういう考え変えるとか、うん、変わらないと思うんだよね。それはやっぱりそういうことをその中堅幹部そうやってね、海外出していかないと、それはやっぱり日本がどんどん人口縮小してね、それあのやっていく中でこの山田長政みたいな、これただ一箇所だけだからね、これから何十箇所も出てくるんでしょ。日本人が何十箇所も出てくるって、それどうやってやってくるのって話があるわけですよね。いろんな会社がね、うん、できないよね。どうするんだって僕はあれで聞いてみたら、その小習慣よりもう少しこうローレベルの何でしょう、打ち切りだとかあの日本人の考え方のカルチャーみたいなところでいくと、大人になった後よりももう少し若い、例えば大学生ぐらいにしたいところでありますよね。研修じゃないですけど、就職活動とかで熱心になるぐらいなら、やっぱそのぐらいのもう少し二十歳前後ぐらいの人を連れて、もうすぐ隣だともうこういうマインドで世の中出たら働いていかなきゃいかんだと。うん、それは僕はそれ絶対必要だと思うよ。で、あの僕としてどっちかというと2020年ぐらいターゲットにしてるん で、今のやっぱり役員になるね、10年ぐらいスパンで役員になってくるような連中をターゲットしてるんだけど、でも本当はやっぱりもっと若い連中がやっていけるんだろうな。でも今からそういう連中ターゲットやっても実は間に合わない、日本は。今だから35、45を叩いていかないと間に合わない。要するにこのグローバル並みにね、 TPP なんかいい例だよ、間に合わない。例えばさ、東南アジアで農業やれよったってさ、今20代教育したって、いや彼ら20代教育したって所詮若者が出てたら商売できないわけだから。だからやっぱりその農業出てくるとやっぱ40代の人がね出て、かつての、 あのブラジル行ってね農業やったと同じことをもう一回日本がやれないかもですよ。でそれぐらいのやっぱり開国の気持ちをね、開国って逆だよね、出てくるんだから、もう一回ブラジル行ってもう一回そのアメリカ行ってね、その農業やろうっていうふうな、そういうふうなことを農業政策でやっていかないわけだね。そういうことは本当にできるってやっぱり20代じゃ無理でしょ、うん、あそっちは長いね、長い先の、それは学校教育だと思うんだよね、20代ってなるとね。いや僕はそれやろうと思ったのだけどね、僕はやる仕事ないなと思って諦めたね。会社のガバナンスそのものが変わるという DNA を持ってないんですよ、日本の会社は。だから優秀な人が取ってこの人たちに新しいスピリットとかもの考えだけやってもタコツボに入るとタコになっちゃう。ああ、そう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 。そうそうそう。あのね、連続会社がそう。あの僕の研修でね、何人も教えてさ、同窓会っていっぱい集まるんだけど、集まった時はね、みんな立派なこと言って、元に戻ったら、本当不思議なことになっちゃう。これ繰り返されるだけですよ、今後、10年、20年。そう、だから僕は、だから今提案してるのは、もう一社、例えば30人って決めたらね、その人を 3年間俺面倒見るから、教育させてくれと。ね、会社将来って。だから要するに、トップ役員候補連中、手前のやつを、ね、30人選んでくれと、俺は再教育するから。その連中が
役になったら会社は変わる。要するに社長ですらさ、会社変えられないから役員ごとやんない。外で培養していった人っていうのは明らかに既存のですね、規制の概念の中でこう養成された人から比べるとクレイジーな変なやつらってことですよね。だから社内にそういうクレイジーな変なやつらをクラスターとしても持てる会社があるんですかっていう、うんうんうん、まあ今ないな、うん、で逆に今度はその今言った僕今年4月ある会社はね、その外国人9人社内に教えたけどさ、いや外から来てね、会社連中ばっかですよね。でそういう人たちが今日本の企業の会社入っていけるかって入っていけないですよね。だから彼らはやっぱり長く勤めないでやめちゃう。私そういう意味では前あの宇野さんおっしゃった朝日ガラスっていうのがその自己改革の中でこうもう外国の会社みたいに変わったっていうお話をされたんで、いや僕は朝日ガラス知らないんだけど、でもあのマギという会社もあんだろうな、うん、でも朝日ガラスそうなってるのかな。僕はなんかそういうようなこと言うようなことあるけど、あの会社も知らないんだよ朝日ガラス。普通はだけど日本の会社でうまくいってる会社ってあんまりないじゃないかな。いや確かに4分の3外国人の会社あるよ、ダイニポイントみたいね。ああだけどじゃあそれはそれでもって日本人と混じってるかって言うと混じってないよね。水と油みたいにこう分離してる景観みたいに混じってるんじゃないかな、うん、それは簡単ではないよな。だから僕自身はじゃあ混ぜるつもりあるかってやっぱり混ざらないからね。せいぜいその景観部候補生30人ぐらい3年間教えてさ、うん、そういうふうな効果そういうある塊になればさ、会社の文化も多少なりともね、リーダーシップがそういうふうな発揮できるんじゃないかなという、そういうふうな気持ちがある。うん、だから、うん、今までワンショットで研修やってさ、3泊4日とかね、日本5日でやっぱ変わらない、うん、あの既存のやはりその階層型組織の中で、日本の会社ってもう完全にかっちり構造が出来上がってしまって、さっきのその品質管理の話なんていうのはある意味それの、非常に顕著な面じゃないですか。全て要はこの指揮統制ラインでこの線で引いたこの組織のこうあれで役割分担をして全てこう定量的にそのあれをしてこう管理をしていこう。でそういうことをやっていくと結局そこでその新しいものを生み出す力で、ね、おっしゃられたように要はどん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 削がれてしまってですよ、結局その中でこう悶々としないといけない。で結局それがその、ホンダのあの小林三郎先生の話を聞いた時に日本企業のそういうところが一番その我々が欲しいと思っているイノベーションっていうのを削いでると。つまりイノベーションそのものは論理じゃないのでそういうこう決められた手順とかマニュアルとかそういったものをこううまくこう蓄積あのこう手順通りやっていけばじゃあある地点で到達してじゃあここがイノベーションですなんてこと絶対ない。だからそういうのはむしろ、まあ、それはそれであのオペレーションとして必要なんだけど会社の業務の中の 95% オペレーションはそれでいいけど残る 5% のイノベーションの部分というのはそういうその会社のその組織の線とかを飛び越えてやらせてみるとかそういうその柔軟性みたいなのがないと。でそれが上の人間がそれを認めるその会社文化みたいなのが度量があるからそうそうそういうことです、上の人間が変なやつだけどそうですそうカッとすることあるかもしれないんで。で小林先生おっしゃられてたのはお前たちねもう40過ぎたら新しい技術なんか分かんないんだからもうそのねあのボケた頭で判断しようとせずに騙されてやれと。ただし物事の本質とちゃんと掴んで話をしてるのかどうなのか目を見て話を聞いてやってこいつは真剣に考えてるなとかやる気で言ってるなとかいうのが感じられたらば騙されてやるということを言われてるんですよね。所詮そこはだから40代50代まあ40代ミドルマネージャークラス以上の人たちっていうのはさっきの、 品質管理の話でそういうルールを守ることを厳密に言われてて今度はミドルマネージャーから上のクラスになると自分たちの既得権益はやっぱりどうしても守ろうという守りの姿勢にどうしても入ってしまう。まあだんだん上に上がれば安定してくるしでむしろ下の方で新しいアイデアが出てきて、それが自分たちの立場を脅かすような状況になるのがむしろ困る。まあそれは意識されてるかされてないか置いといてやはりそういう具合にどうしても会社の
方向が動いてしまう。だからそういった時にじゃあこれはいやコンプライアンス違反だからっていう、なんかコンプライアンスそのものもそういうイノベーション、新しいアイデア、下から出てくるこう杭を叩くことに使われちゃってる。それはまあミドルマネージャークラスの人たちは意識してないのかもしれないけど、結局自分たちのそういう既得権益を脅かされるようなことが起ころうとすると、なんかまことしやかにこれはここ書いてある、このルールに違反してるしみたいな、リスクが増えるしみたいなことを言って叩いちゃう。でそこがやはりダメなんだと。いやそれはさ、はい、まさしくあのマウチモーターズね、僕が中央の会社を売りたいってね、いろいろ社長が相談を受けて話聞いたのはまさしくその通りで、うんうんうん、競合他社は彼らのモーターコストの半値で作ってるわけね、うんうん、で自分たちがそれを半値でやっぱり作れないでしょ、うんうん、今のその生産技術でね、行き過ぎた品質ということですか、うん、落とせないでしょ。トヨタも同じこと言ってたんだけど、それがやっぱり一つの日本のね、その今言ったその行き過ぎた技術の、行き詰まりね、袋工事ですよね、うんうんうん、そうですよね。今の実態でもそれは例えば今言ったその牛舎をね、うん、松戸からその深圳に持ってっちゃうとやっぱ解決できるような気がするんだよね、うん、だそれはやっぱりどういうことかっていうと、その下から上までその組織というね制約の種を外すことによって、うんうんうん、新たな発想がですね、だから僕はそういうふうなこう日本の企業誰かの書き回しをしていかないとね、うん、今そのそうだいうような、例えば日本の国内の中で何だかんだ言ったって僕は、ね、あれ始まらない。だからこの際やっぱり本社が海外に出てくる、一部出てくる際にね、研究センターも出てくるわけだから、まあ、本当にやっぱり変えてみた。だから松下がやった銀行の監視カメラがいい例でね、彼らは松下 の志村さんってやっぱり中央研究所のその責任者だったからね、その部分も。それがやっぱり総集出てきて、その分野も全部中央を持ってっちゃったら、やっぱりその世界のマーケットシェアがナンバーになったっていうね、要するにコストの世界に近づいてなったっていうのは、うん、それはそれで、帰らないで、ごはさんでどうしましょうみたいなことをやっぱりやったからそうなったんで、別に日本の企業できないんじゃなくてね、やっぱそういうことはやっぱりできる会社あるので、ね、それはそう思って、だから例えば GM のさっき言った、暗闇でも見えるとか嵐でも見えるようなね、画像処理技術っていうのはやっぱりそれは軍事のソフトでしょ。それはやっぱり無理やりアメリカ中国を持ってて開放しちゃうっていうのは、そういうふうなこう、それはシークレットだって言えっていう、それはいいのかもしれないけど閉鎖的だっていう。GM してみればそんなビジネスオポチュニティがあるので囲っていくことはできないと思ってたんでしょ。そういう結果としてじゃあどっちがいいのかっていうのをどこまでどうするのかっていうのはやっぱり土俵がやっぱり保守的な土俵だとやっぱそれは大きくできないんですよね、うん、僕はそれはだから今回の TPP もそうだけど思い切ってね飛び越えてやってしまえというのをガラガラ言うなみたいなね、うん、でかといって研究してるとかなんとかで今の組織の中でなんとかやれって、僕は所詮それは無理だと思うんですよね。でそれだから人口が80万人ずつ減って宮崎と宮城がなくなるっていうようなことを言ったけど、やっぱり20年先見てね、今その本社の自分を出したんだっていうと、やっぱり企業がね、思い切って選択技術を出そうと、中国人を採用してこうやって日本でやっちゃおうというふうな、そういうことをやっぱり思い切ってやっていかないとね、日本はやっぱり萎縮していくんだろうな、まあ、10年先でもいいんだけどさ、10年先ってことは東北大震災2つひっくるめてどうするかみたいなこと、そういう発想でやっぱり対応していかないとね、対応できないんじゃないかと、それは思う。